こんばんばは国です、えー、と本日は、えー、3月9日和田桜子ちゃんのバースデーイベントがあったあるはずだった日、えー、とこの日なんですけれども、えー、お話をいくつか重ね先ほど決定してきたことをお伝えしたいと思っております、えー、別にタレント呼ぶわけではないです あの3月9日、えー、と私お世話になっております、えー、と会社ベースオントップという会社なんですけれども、えー、とここはハロプロでもよくライブをやっている吉祥寺のシータ、えー、とここなんかを経営している大阪の会社ですねで、えー、東京進出1号店の大塚ディーパというお店、えー、と私 オープン当時から深夜のイベントなど、えー、作らせていただいてもう本当に12年ぐらい経ってるんでもうあ,あそこで開催この系列店で開催した数なんてもう下手したら300400とかそんな笑えないいけどそれぐらいやってますでまあそのお店がどういう状況かと申しますと,、えー、とひと一月の中のスケジュールこれ具体的な数字は言えませんが。 大半ががキャンセルというのがこのこ3月になっております、えー、でその事態、えー、と連絡をいただきそして、えー、と私も予定していたイベントというのを遂行していく中でこれは、えー、とある種の異常事態と申しますか緊急事態ではないかというふうに、えー、と捉えまして、えー、いくつかの部分というい,つかいくつかの日程という部分ですねをえっ、ー、と 僕の持っているパーーティーもしくは、えー、と僕が開催する意向というところに賛同いただいた方ということ,でなことになるんですけど、えー、と飲み会とかいわゆるうーライブ的なものではなく DJ イベントみたいなものでまあ DJ というか映像と音楽流しながらでいいと思うんですけどあの DJ じゃなくて本当に今 iPad とかでもプログラムしながらとかできちゃうんで,でそういうような形で。 まあ、僕と皆さんとコミュニケーション取りながらハロプロを語るみたいな場所を、えー、作っていこうというふうに、えー、と決めましたさっき、えー、と決めてきましたでまずはそのためにちょっとどの形がいいのかというのを試さなければいけないのでもうこれは3月の9日ですよ3月の9日18時から もう和田桜子ちゃんのバースデーイベントをやっていたであろう時間と同じ時間帯ということなんですけどで後ろは23時を予定しておりますで5時間何をするかと申しますと、えー、もうハロプロナイト形式ではありますが「拳ファクトリー」の大特集総決算というような内容を考えております、えー、音楽と映像私たちがいつも作っているような形を バーカウンターなんですけれども、流しながら会話のできる音量になります。踊っても大丈夫ですけどね。えっ、ー、と会話のできる音量で僕自身もえっ、ー、と皆さんとご挨拶しながらえっ、ー、と。まあ要は大塚ディーパーさんにえっ、ー、とある程度落としたいんですよ。飲み代であったりとかなんだっていうところをそういう風なのをちょっと場所作ろうという風に僕は決めたので、えっ、ー、と。もしその日。 バースデーイベント行く予定だったよっていう人とかまあもう国王が選んだからしょうがねえな付き合ってやろうかみたいな人あのどちらでも大歓迎ですのでえっ、ー、と場所は大塚ディーパですから大塚 JR 山手線の大塚駅から徒歩12分ですもう本当に近いところですででも立地最高ですし まあ僕もね長い間お世話になってるお店でもあるし、えー、とできれば何て言うかそこでまあ、恩返しっていうわけじゃないんだけどちゃんと普通の生活してほしいっていうことです。でそのためにはやっぱりどうせどっかで飲むんだったらそういうお店であと僕の得意な分野というところをちゃんと表現して、えー、と皆さんと。 サコのバースデーというのを祝う。そして、もしセットリストとかサコが出してくれるんであれば、もうそれを、まあ僕も緊急で、うちの KM 君という人がいるんですけど、緊急で一緒にもう映像を厳選して作りますよ。で、それをお届けしたい。えー、そしてご一緒したい。もうこれはあ、大きくもう先ほども言いましたけど、 理由をもう何個とか言わずにどんどんどんとお伝えしますけどまずイベントがなくなるというところが悔しいということですよね。でそれの代案というところで僕ができることまずここ中です僕ができることをやる。でそして皆さんと一緒にこぶしファクトリーそして和田桜子という存在というのがちゃんと2020年の3月というところで 何もなかったわけじゃないよというようなことを確認し合うねであとはやっぱり曲そして彼女たちのパフォーマンスですよねリリース週にこれだけイベントがないということで家で見ることもできます僕も見てますあのやっぱ拳いいなみたいに思ってますで、えー、とそういう確認みたいなものをずっと要はイベントがあって現場があってで僕もしょっちゅう行ってたもんですから えー、皆さんと話しながらやってたなんていうのがもう10日以上ですよね、えー、と中止ということでこ,うこの日まで来てしまってます今この撮影してるのは3月の7日ですからえっ、ー、とで先もちょっといろいろ伺いながらでどこまで行っていいのか分かんないですけど明るくないです大きいところは特になのでえっ、ー、と 誰かやっぱりこのこういうふうにやんだよってこうしてみるんだよっていうのは前例作っていかないといけないと思うんで非常に規模はあのなんかドーンって感じじゃないですけどやっぱり届くところで届けられることをやっていこうというふうな決断にいたしました、えー、皆さんにお願いしたいことというのはもう一つだけです時間があったら遊びに来てねもうこれが一番 えーと恩返し僕もお世話になってるお店になりますし、えー、と僕もそういう場所が作れたらなんか自分がやっていることというのに対してもう一度なんか誇りとはちょっと違うんだけどなんかもう一度原点とは何なのか、えー、とこれは音楽って共有した時に今は僕ってマジックが起こると思っている人なんです。 皆さんもそういう経験ライブね分かりやすいですよねあると思います家で聴いている歩きながらイヤホンで聞くもちろん素晴らしい、えー、それはもう別物の楽しみ方ですよね一つずつ楽しみ方があると思いますでも僕はやっぱり最高なものというのはあ空気感なんかそれを漂わせながらっていう場所ですよね うん、これは僕は昨今ちょっと言われてしまっているライブハウスですか僕はハロープロの大半をライブハウスで実は経験してきてますんでまあやっぱジュース拳ねっアンジュなんていうのはどうしてもそこ現場多いですからねモーニングも行ってんですよ行ってんだけどナルチカとかってやっぱ数が物理的に少ないですからねで,ですからまあ今できることをみんなでやろうってことでございまして。 うん、ライブハウスでやるのがいいよねということでうちでホームパーティーも考えたんですよあのうさぎの羊ってやっててでうちでやってもいいんだけどそれって内需が回るけどう何て言うかな落とせないじゃない他に経済をねえなんか偉,偉そうに言うけどなんかあの隣の人のおかげでやれてるタイプだからなんかこういう時にって話ですよこれも偉そうに言ってんじゃないのもう できる時何かやるのはお互い様みたいな、うん、もうそれでね二十何年やってきちゃってるんですよね笑っちゃうでしょでもそういう人もいるの世の中でこういう話とかこういう人もいいんだなみたいなのちょっと聞きながらでも,も面白いじゃないねで参考になるとこもあるかもしんないよ、ね、昨今のそのえっ、ー、と働き方の改革なんていうのはたくさん皆さんおっしゃってらっしゃいますけど まあ僕は遊びとお仕事というのは本当に紙一重だというのは実感しています。で技術とかあの経験とかっていうのは多少は生きるけど本当は好きなことの中でなんかイマジネーションを働かせた方が冴えるんだよねでその「冴える」みたいな感じに今の世の中をしたいというちょっとねちょっと調子に乗ってるけど、うん、言葉だけ調子に乗ってるだけだから。おおかわりと今日もあの ちゃんと話し合っていくか。<laughs> ねで、そういうような形でございました。えー、とで、えー、と準備してあるのもハロプロこの過去の20年以上ですかの楽曲映像なんてのも常に準備ストックしてますんでリクエストがあったらその辺はあの現場ではかけられます。あとはあの何て言うの拳特集にはなるんだけれども拳好きでこういうのをかけてくださいよってもう柔軟に対応できますから。 まあそれが私たちが続けているハロプロナイトというイベントですよね。でまあ最近は僕はあんまり DJ というより本当にディスカッションが一番あのやりたいことだったりするんでもう選曲とかこういうテーマだよっていうのを決めて曲が流れている中で、まあ、いっぱいやろうっていうそういうほんとそういう感じなううの,、ね、の。 これを機会にと言ったら変ですけどこういった機会になってしまいましたけども、まあ、YouTube で最初に何、えー、と,というか皆さんにお願いということであればちょっと今月9日はもちろんですけどもいくつかあの新たな計画というのを練っておりますのでそちらお付き合い頂いければというお願い動画でございましたでは今日は、えー、と土曜日なので皆さんもちょっとこれから遊びに行ったり飲みに行ったりする人いると思います 非常に新宿、この街中も健全です。それ空いてます。僕もどっかいっぱいぐらいやりに行こうと思ってますよ。ね。僕はネガティブじゃない未来を作りたいな。そんなところに共感してもらったら、近々で再会しましょうよ。そんな感じです。国オでした。良いサタデーナイト。またね。